そのコーナーに行ったら新喜劇に入られてるから泉ひろしさんはもう終わるわけでしょ。ああ、なんかその仲悪かったりとかそんななかったんですか。あの仲悪ないけど話してるんだけどまあまあ言うても向こうはずっとやってはるわけですからね、お芝居をずっと。その言うたら師匠が20年やってはる間にはもうこっちにやってむちゃくちゃ言うや。そやから新喜劇さ、あの吉本へ最初に入ったとちゃうと思うんですよ、はいはい、なんかあのアクタープロかなんかになって、あそういうところに養成所みたいなところまで行って、あ意外と苦労されて泉さん吉本入った。ああ、その当時からずっとこう、まあ、そっからあと寛平師匠が入ってこられて、木村進さんが入ってこられて、で村上さんも来られ て、でもうどんどん新喜劇が大きなってきて、あの初めにあの、まだ阿呆十郎とかね、はい、うん、そんなもおった、それこそ谷茂さんとか、谷茂もあ全部ある事情で辞めはったけどねいやだからいろんな人が入ってくるのを見て、いろんな人が去ってくるのを見て、うん、で師匠もずっと新喜劇におられて、寛平進むがガーッてやってから、はい、そこの回し、今で言うの回し、ね、はいはい、こいつは絶対売れるのみたいな。あ、そうですか。ものすごかった、すごい勢い。はい、だからもう本当になんか、まあこんなん言ったんですけど、うわーって盛り上がっていく様も山ほど見て、それがスーッと引いていくのもむちゃくちゃ近くで見たんですよね。やめよっかのキャンペーンなんてもう、あの昔寛平なんかがぐわー来た時は、はい、舞台に上がって見てたもん。え、客がやで、ほんで最後、まあま、漫才部もあってんけど、なんと、まあはい、漫才部もあってんけど、はいはい、新喜劇完璧なのに出た時はほんでもう、あもう終わるやん、はい、はい、こっちですよって裏から返すの、全部舞台上げて帰られへんねん、もうお客さんが、うん、そのりゃ今みたいに、まあ消防法じゃないの、言うてる時代じゃないから、うん、はあ、もう入れるだけ入れて、入れますか、入れますみたいな、横で路地がようけあったやん、はいはいはい、舞台があって、こっち側にちょっと、はい、どういうの、老人とおかしいけど、ちょっと当時、ナンバーかけですよ、ナンバー、当時のまま向かいからですね、だから今の入れますか、入れます、はい、見れますか、さあ、言うて入れるのは入れるけど、見れるかどうかわからん、まあでも入れんやったら、なんとかなるかもしれない、入ってくる、入ってくる、はい、見られへん、ね、見れ、その見えないでしょ、みんなこっち見てはんねどっち見てんねん、それほら、みんな、はいはい、芸人が息切れするやつ見て、いやー言うて、あ、もう舞台見てない、もうサインでもしろ、いつしてもええねんか、はいはいはい、なるほど、もう舞台上にお客さんがおられるような、すごいですよ、すごい入ったと思うで、でもそれがいつの間にかもう全然入らない、それも もう体現してあるわけでしょ、ご自分で、いやもう全然客来へんなみたいな、その時、はい、八郎さんが、はい、旅を回ってたんや、ああ、じゃあ師匠はその子、八郎師匠と旅一座みたいになって、うん、待ってたから、まあ、入ってないで言うけど、さほど見てないね、あ、劇場にお客さんが減っていってるのを、まあ、言うたら如実に感じたってわけじゃなくて、八郎師匠とずっと回っておられたから、じゃ逆にその八郎師匠のやつは入ってるんですか、お客さん入るよりも、まあそりゃそうですね、田舎へ行ってても、はあ、はあ、だ営業組で回ったんだ、ほらその後や、まあ、やめよっかなキャンペーンみたいなことがやってくるじゃないですか、ほら、うん、やめよっかキャンペーンで、あのこれとうっちゃんと、はいはいはい、これと、はい、はい、ね、はい、石田さんと、はい、内場さんと、これと、はい、これとで、辻本さん、辻本さん、はい、が、人気で、はいはい、そのやめよっかキャンペーンで、あちらが出てきたよ、はいはい、そうですね、で、その自分やね、新喜劇に、また戻ってこられたのは、あの、木村正夫、はいはいはい、当時副社長ですか、副社長じゃなかったね、専務やったか、専務、はい、専務、専務です、はい、帰ってきたらどないやって、はぁ、私、吉本辞めたことないの、帰ってきたらどないやって、どういう意味かな、わからんで、あ、まあ、とりあえず劇場で料理したらどないやって、はぁ、じゃお願いしますって、へぇ、あ、じゃあそういうことで戻ってきた時に内場さんとかもおられたってことですね、そうそうそう、あ、そういうことが、なるほどなるほど、うちはだ、すごいな、もう事細かにこの新喜劇の歴史をお話しできる方がもうそれこそ柳師匠ぐらいしかおられないじゃないですか、言うて愛さんに忘れてるけど、いやいや、すごい、そうか、じゃあでも考えてそっからずっとチャスチャス言うて、いやいや、そっち言うてないチャスチャスはあれどっから出てきたんですか、その
これあの切れた別れろ切れろは芸者の時は分かりましたけど、チャス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 、チャスチャスというのは、はい、あの尼崎に、はい、あるスナックがあってな、スナック、はい、大体分かると思うけど、はい、尼崎では、はい、まあはい、ね、チリンチリンのスナック、チリンチリンベルベルの、あじゃなくて、そうやね、はい、そうじゃなかったんですか、分かる、そこその辺やね、その辺、はい、そこでこう迷う飲んでたから、はい、まだその、あの職業不明の人が、はい、まあ、聞かはるやん、はいはいはい、どんな方か分からない方が、何をされたか分からない職業不明の人が、はい、で飲んでて、で友達同士に乗ってて、はい、まあ、何のもんみたいな、ほら、お前が何かな、チャンスはほら、お前に、どっちかにせえへんに行くわ、チャンスはほら、お前に、なんてんの、チャンスはなるほど、尼崎のスナックだよ、何でおらもシャッサおらはい、おーの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 ーチャッサミングチャッサミングチャッサコプレチャッサミングチャッサミング、それちょっとちょっと味をつけてそうなんすか、面白いやろ、いや喧嘩もする、喧嘩せえへんねんけど怒ってんねん、あーなんか揉めちゃいない、はい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 、女の取り合いが、はい、だからしばき回す、だからしばき回すぞがこう短縮されてチャストなのか、シャガスト、シャガスト、そのだからクラーストチャストって、そのなるほど、おかわり、おかわりノーアルでよろしいですか、ショーノーアルで、あ、じゃあ僕は思ってたのと全然違いましたわ、本当に師匠がもう自分でなんか、いや、それを言い出したんが、はい、あのヤクザの親分の役をやったんよ、はい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 、師匠が、はい、あの長い背広くて、はい、まだ向こうから来て、あれお前なしてねって来るやん、はいはいはい、あれお前なしてねって来るやん、チャサチャサ言った時に、はい、ちょっと受けたんやね、いやむちゃくちゃ面白かったなでそのからやりだした、はいはい、いやだからちょっとだけやけどね、はい、もうちょっとしてもらう、いやいやいや、それはもうね受ければ受けるほどやりたらできますしね、いやなんかここに来てちょっと今週なんかでもちょっと聞きたいですもん、いやいや、そのあればなんかそのもう中継進んでくれなるほど、今はちょっと横を出さず、これの、はい、内場君と出た時、はい、全然年寄りの役やっとって、はい、シミケンをパッと届くシーンがある、はい、で、パッと届いてチャッサチャッサチャッサーってパッと受けて、はいはいはい、こっちはチャッサを2回にしとけまたドカーンって来ていやー面白いな、まあだから数はあんま歌う方がええと、さらっとしといた方がええと、しつこいのはあかん、チャッサ2回にしとき数豊かいやでもお元気でなんかそのまあこんなんやったらうちの父親が、この人80になりまして、あ勝った、はい、いや勝ったやないか、勝ってますよ、勝ってます、だからメダカ師匠と文枝師匠と同い年なんですけど、メイちゃんが一つ下やから、はい、師匠が今年81、来年は82、まあ、当然のことですけど、当うわ当たり前ですけど、すごいお元気だから、その健康の秘訣とかあるんですけど、なんかこういうふうにやってますとか、健康な秘訣って別にないけど、朝早起きてね、はい、ほっとでも起きるじゃないですか朝毎朝やないけど、はい、これはもう習慣になってんねんけど、はい、6時に夏は6時に起きて6時半に出発、はいはい、冬は7時に起きて7時半に出発です、はいはい、あのこれだったら、はい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 、ほら約30分から40分歩いてる、あ6時半、まあ今やったら7時半ぐらいから30分か40分ぐらい、30分40分ぐらい、ああ家の周りをずっと、家の周りあの向こう側公園、はいはいはい、川があるからそこで公園みたいになってる、はいはいはい、ちょうど僕のためにあるような公園が、はいはい、あるんですね、ちょうどいい公園が、はい、ちょうど5000歩かぐらい、ね、ああ、はい、まだウォーキングをされてる、あ、うん、それがもう何年ぐらいやってる、5年ぐらいやってるからね、あそんなもんなんですね、もう結構ずっとやっとられる、いやずっとやない、はいはい、ずっとは飲んでたからなるほど、起きらないことが多い、最近はちょっとお酒も、それが一番してるね、いや分かってます
もうや、やれない師匠の、まあ、こんなん言うたんですけど、やれない師匠始めに、いやもう、うっちゃんと行くけど、森田もう、俺終電で帰るから、あの終電の時間調べて、ちゃんと教えてくれよ、言うて。ほんで、え、師匠、はじめ、電車何でしたっけって言って、阪神でしたっけ、阪神。阪神、分かるやろお前。あ、で、一応、あの阪神電車そろそろあの終電ですよって。お前、ほんま、行きやないで、行きやないで、言うて。阪神がなくても次、阪急があるやろ、言うて。え、阪急あるんですかって。ほんで、阪急で呼んだよ、阪急。一応、阪急そろそろ終電です。お前、行きやないな、お前は。阪急がなくて JR があんねん、言うて。いやいや、師匠、JR が、その JR はあっても、JR に行くまでの、ここの地下鉄の、最終がもうすぐですけど、お前それがなくなってもタクシーがあるやろ言うてほら初めからタクシーで帰ったのにっていう覚えてない覚えてないですか一気にもうその時「ももちゃんいらんええー」ってボーンと払ってほんで「一緒あの帰り大丈夫ですか?」「おおあのえタクシーやなうちはあの1枚貸してくれ」めちゃくちゃ面白かったですよ金なくなるぐらい酒飲んでましたよ毎晩やないけど行くんですよ、はい、いやありがたかったですであの行く時言わない大概行こうか言うねん、はいはい、でうち内場君と行こうか自分来るんやろ当然だよあの何人そこがおるからそうですねそうです本当にそうでした当然来ると思ってるそうですそうですでもう本当に必ず行ってましたね。本当必ず行って。なんやったら、もう内場さんが仕事終わるまで、さっき2人で行って待ってるってありましたね。待ってて、お好み焼き屋で、師匠がもうビールばっかり飲んで、で、もう、僕は、すいません、あの、ビールって言って、言うたら、行きやないな、お前は、ほんま、ぎょぎょ悪いわ、言うて。あの、お姉さん、帯屋って言って。ね、帯屋はって、あ、そういうふうに頼まなかった。そや、こういうのは行きやねん、言うて。ほんな、店員さんが持ってきたら、あ、お冷やですって、お冷や来て。なんで水飲まないめっちゃ怒ってました、ええ、帯屋発音が悪かった帯屋ちょうだい帯屋ちょうだい帯屋持ってやりました面白かったですなんでなんででもウォーキングずっとされてお元気で、うん、まああのもういいから気持ち悪いみたいになってはいはいはい、いやもうそれは分かります分かります僕も最近散歩するようにしてますあの雨降ったりしたら、はい、半分になったりするけど、はい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 、とりあえず表に出て川岸のあれを取ろうとするんで、はい、で、まあ、今日は白鳥は元気かいや、その昨日おった白鳥かどうかも分からんでしょ、それいや、分からへんけど、はいはい、白鳥は元気か、はい、でサギが飛んできとるから、はい、サギも元気な、あれが白サギか、はあ、黒サギっていうのはドラマにあったな あ、黒サギありましたねあんなとこに、またカモが来とるなあいうそんな見持って歩いたら歩きやすい、はいはい、なるほど別に何かをこう覚えたりどうのこうのとかそういうのなくて今あの鯉が泳いでるね、はいはい、そうか普通の黒いちゃう、はい、あの赤い鯉えちょっと立派な錦鯉じゃなくて錦鯉あれ誰かが亡くなって、はい、供養に捨てはったはいはい、まあそうでしょうねかわいそうになまた死ぬやろなまああんなね川の流れの強いところに錦鯉はねさすがにまあどこまで息できるか分かんないですねそうやからよくかわいそうやなまあでも管理がむちゃくちゃ大変ですから鯉はねそういう意味で考えたらでもそのこんなん言うたらあれですけど師匠こんなん言うないや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 今後ね、僕は新喜劇までいろいろ変わってきたじゃないですか、はい、今この座長さんが変わったりだとか、どういうふうに師匠見てはんのかなっていうのね、いや、もうあの、今週なんか、秋さんのとこ出てはって、新陳代謝することはええことで、はい、やっぱり変わっていかないか、いつまでも古いやつがおったらいかんけども、はいまあ、とりあえず、そんなこと言わんと言うて、出してもうてんねんけども、はい、出していただいてると言うたら、親しいよ、はいはい、それから、やっぱり変わっていかない。はい、次の音が出てこへんし、はいはいはい、もうお客さんも新喜劇の芝居なんてずっと見とったら7つぐらいしかないんですよやり方っていうなるほど、はい、そうですねはい役者が出てきて金が若いやつやとでこっちの面白いとこあっちのね、はいはい、あの男が お父さんが喧嘩して、はい、お前ら恋愛があるとそんなんとか、はい、もう
女がバーンとついたらその役が違うんです。そやから他に違うことが出るやんか。はい、あそこで京都でやってた、はいはい、ああいうの面白いわけよ、はいはいはい、パターンとして、はいはい、女方もやってて、はいはい、あんな面白いねんけど、それが会社が見る目がないから、ね、いや師匠に言っていただいたら本望でございますよ、本当に。いやありがとうございます。いろいろなもんをやってみる、はい、ということは絶対にして、はい、で 客の目をいつもさらぬ状態にしといたら、はい、もうあれ見たわ、はい、八郎さんでも旅の仕事やから行っとって、はい、ネタは変えてんねんけど、はい、やる方一緒やねん。パンパンチンパンパンチンばっかりやってて、最後になって、はい、田舎の人はまた一緒や。ああ、なるほどね。だから、パターンを変えていった方が、はい、それから今度は秋のパターンもちょっと違うやんか、はいはい、全然違いますね。はい、で、豊川はまたツッコミボケいうのやって、はい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 、あれも今までないことやってね、はいはいはい、それから、ああ面白いな。すっちゃんはバカーイ、はい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 、ボケでね、ずっと走っていく。愛ちゃんはやっぱり女でボケるからよくおもろいね。はいはい、ちょっとお芝居がメインになってる。だからそういうので色合いとして目を変えていった方が、はい、ああいやいや、だから、はい、若手も今カンペちゃんが、はい、MG ちゃう GMGMGMG まあ MG っていうスーパーありましたけどね、京都にね。 GM になったから、はい、GM、 はい、あの若い子にこんなんやんなさいと、はい、こんなやんなさいと大体だしやらしいやん、はい、あれもいいことやと思う、はい、あんまりやりすぎたら今度切符のがえらい。まあまあ何がね、そうですね、確かに。だからまあ今挑戦状態にまたなってるから、はいはい、ええなと思ってんねんけど、もう古いものはされやね。いや、ずっこんなんですけど、僕は本当に今一番大事な方やなと思います。その前はどうか知らないですけど、前も大事やってるいや本当にこんなんですけど、絶対一緒にお仕事することがないじゃないですか、通常。僕たちの年齢で、うちの父親80ですけど、80の人とお仕事するっていう関係ってまずないじゃないですか。この世界だけじゃないですか、通常。会社で社長さんとは別ですよ、同じ職場で一緒にこうやって相まみえてお仕事させてもらうことってほぼないじゃないですか。新喜劇だって他ってテレビだってあんまないでしょ、バラエティーで、うん、まあバラエティーまだあるかもしれないですけど、お芝居とかはあるかもしれない。いや本当に新喜劇がもう本当来ないですけど、一番大きいそういう職場やなと思うんですよ、ね、はい、そういうことじゃね。だって80歳で現役でどうのこうのって言ったら、まあミック・ジャガーも80ですけどはい、だすごいですよ師匠も、本当に。いや、だってこんなん言うたらあれですけど、ミック・ジャガーと比べられたらええかな。いや、でもいつまでも、ちょっとプレゼントがあります、一緒に。これ、ちっちゃいもんですけど、え、もしかして君にプレゼント。いや、薬いらん。いや、じゃびっくりした。いや、僕ね、師匠と今日、化粧前がお隣でね、もしよかったらこれ、師匠、ちょうど多分買いに行こうと思ったとちゃうかなと思って、パフ買いにこもどって。あ、よかった。気がつくね、はい、パフもええねんけど、はい、ファンデーションもいる。パフはファンデーションあ、ファンデーションもいった。いや、それはまだあそこ、はい、いや、じゃあなんかね、あれですけど、いや、薬はいいな、薬だなんであの薬のありますよ、これ。これはい、どこ悪いですか。いや、これは肝臓腎臓、水道に効く。水道に効く、今舞台で作ってる薬。あ、それかいな、小道具ですね。そうや、びっくりした。大体無償のまま来てるんだ。いや、そうか、すみません、ちょっと最後でございますけど、このコーナーにリコメンデーションスウィーク。ゲストの方のお写真を紹介するコーナーです。こちらの方のモニターにご注目です。まずこれです、ドン、ね、これ師匠ね、すごいライブ名でお出して生存確認ライブ、60歳以上の在庫、ね、はい。柳師匠は宣材写真は買えないですか。いや、あんな詐欺みたいな。会社の人がダメとにくんやけど、はい、前の亀ジャイアンマネージャー、はいはい、師匠、この方が面白いですよ。確かに、はい、見た時全然ちゃうから、はい、面白いですよ。全然ちゃうから面白いっていうか。ああ、そうやね。まあまあそうですね。ほんで、この一昨日も宣材写真、はい、してるからもうええん違うの、はい、それから終わるまでこれです、死ぬ
なるほど、果てるまでこれ。それやと思います。すごいライブ名ですよね。もう憩いの、憩いの里ですけど、生存確認ライブってね、もう今回も生存確認させていただきましたから、一緒に長い間お時間ありがとうございます。はい、もうあのさ、帰るか、帰りましょうか私の方からの告知でございますけれども、12月24日にネタバトル12月ございましてね、こちらの方にもう間もなくでございますけど、私ここに出てる、丸兄さんとね、漫才させていただきます。もしよかったら、見に来ていただきたいなと思います。あとはまあ毎週水曜日夜9時から、森田信之のオーマイカムさんレディオバルーって生配信してございます。ぜひともそちらの方聞いてください。このようなものでも面白いな、楽しいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。師匠、何か最後、師匠、どうですか、どうですか、チャッサ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 以上でございます。どうもありがとうございました。森田信義、ああ。